弊社小江戸鏡山酒造は、実は創業が平成19年、2007年でございます。ですから今から13年前にできた酒蔵なんですね。戦後川越には3軒の酒蔵だったんですけれども、残念なことに2000年にあの全ての酒蔵、最後の酒蔵さんも亡くなってしまったんですね。であの川越というと埼玉一の観光都市でございましてね、でこの蔵の町川越に酒蔵という重要な施設がなくなってしまったので、じゃあゼロから酒蔵を作ろうということで、蔵を、始めさせていただきました。ただですね、平成にできる酒蔵というと本当にいろいろと、大変な苦労がございましてね、故に面積なんかもうテニスコート1面分の日本屈指の小さい酒蔵となっております。またあのこの蔵の特徴として一つ、日本でもこれ珍しいことなんですけども、松本醤油という醤油屋さんの蔵の中に同じ敷地内に併設している酒蔵なんですね。やはりあの醤油、酒をおのおの麹菌酵母菌使うんですけれども、それが相混ざってしまう可能性があるというですね、あの危険性があるからなんですね。ただ私たち平成生まれの酒蔵ですので、今の近代の技術と、建築技術ですね、それと衛生管理によってこの同じ敷地内で、酒造りをさせていただいております。私たちのですね、鏡山、純米原酒秋上がりの特徴は、埼玉の、酒造法的米である酒武蔵を、全量 100% 使用しているんですね。でこの酒武蔵はあの川越で私たちの、特約農家さんですね、に特別に作っていただいているお米でございます。その酒武蔵のですね、あの品種の個性がよく出てるんですね。うん、米の旨味と、濃厚な味わいが、表現されている、お酒になっております。で今回の秋上がりですね、これ原酒なのでアルコール度数も17度と非常に、パンチの効いたお酒になっておりまして、あと酵母がですね、実は今年からセレクト変えてるんですね。15酵母という酵母菌を今年から採用することによって、この秋のですね、豊かな食材にマッチするような優しい香りのお酒になっています。鏡山というとね、非常にこう甘い香りであったりとか、フルーティーな香りが特徴的なんですけれども、こちらはね、あくまで秋上がり、半熟成のお酒ですので、ですからね、香りなんかも、華やかというよりは、食材に合わせやすい、そういったお酒になっています。鏡山はですね、基本的に会社としてはですね、本当に飲み方っていうのは実は皆さんにお伝えすることをしてない会社なんですね。なぜかというと、やっぱり十人十色で本当にいろんな飲み方、楽しみ方があるかと思っております。で今回の秋上がりはですね、まあ私個人的な主観なんですけれども、おかんにも非常にいいお酒です。ただ若干アルコール度数が高いですので、ぬる燗程度から、冷たく冷やで飲んでいただくのが美味しい飲み方と感じております。はい、川越というとね、やはりうなぎが実は盛んなところなんですね。うなぎ屋さんだけで、この町の中だけでも40軒ありましてね、今うなぎ非常に美味しいですのでね、うなぎと一杯やっていただきたいですね。はい、はい、ぜひですね、川越に皆さん足を運んでいただければと思っております。川越は和の文化、歴史、伝統がたくさん詰まっております。和食、お菓子、そして、ビールに日本酒、たくさん皆さんを、楽しませるコンテンツがたくさんありますからね、ぜひ川越にお越しいただいて、鏡山を存分に堪能していただければと思います。ぜひ皆さん川越にお越しください。